マルスゼロの革命今回は敵対していたと思われた小宮山教頭がいい味を出していました小宮山教頭がおとりを申し出たシーンがこのドラマ通して一番感動したかもしれませんあと小宮山教頭が話したそこそこの人生っていうのがすごい胸に響きました私もそこそこの人生歩みたかった今はもう後戻りができない借金2,000万を返しながら YouTube で一発逆転を狙う人生です ちなみに400万返していまだに2000万ですみんな一緒に革命を起こそうそんなこんなで八話はウドが手に入れたデータを国身に奪われて大ピンチですちなみにウドがなぜウドと呼ばれていたかというと本名がウド正美だからでした名前が大輝でウドの大木ってわけじゃなかったんですねそれでウドはデータを奪われてしまったのですが実は別の場所にデータが隠されているそうです その場所とはマルスの魂が眠る場所だそうですこの隠し場所いきなり初登場の場所ではないと思います今までドラマに出てきてなおかつマルスが思い入れのある場所といったらエリのお墓しかないと思いますでもクロッキーの本社からお墓まではすぐ行ける距離ではないと思いますだからお墓に端末かなんか置いてデータを送ったんじゃないですかね そんな大容量のデータを送ることが可能なのかきっと可能なんでしょう 5G ならてかもし自分だったらそのプログラムを手に入れた時点でネットの海に投げます物理的なものなら奪われる可能性がつきまといますでも流出してしまったものは良くも悪くも消すことがすごく難しいです誰でも閲覧できる状態にしてしまったらマルスを捕まえたところでもう止められませんまあゼロたちは別な手を使うようですけどゼロは誰かを頼るようです ゼロが今頼れる人は西城美代子しかいないと思いますそれで西城美代子がゼロの親族かという考察を挙げていましたこちら大外れです前回の動画で西城会長に渡した木の箱の考察をしましたこの動画で中にブレスレットが入っているのではないかと考察しましたがこっちが当たりですね西城会長が一度だけ助けてくれるっていうなら自殺せずにその時に助けてもらえばよかったのにって思いました か8話を見て思ったんですけどマルスが大逆転しなくてもクロッキーは終わっていた気がしますゼロとクニミが車の中でした会話が電波に乗りましたこういう会話録音しておかなきゃーって思ったらちゃんと録音していました偉いですねゼロその中でクニミは国家転覆とまで口にしていましたクニミが全然聞いてないふりして「いやーひどい切り取りだな」はっ,はーって言ってましたがあれ完全にアウトです現実であれが流れたら「あれクニミヤバいやつじゃね?」ってなります そして日本国政府もあれ国見って敵じゃねってなります政府に敵だと思われたらもうアウトです国に調べられて逮捕されますしかもクロッキーは精錬潔白ではありません簡単にウォンとのつながりが明らかになるでしょう国見を逮捕して政府の息がかかった人を社長に据えます現実だったらこれくらいのことあり得るでしょう時代の寵児と言われた人たい大体逮捕されてますからね逮捕されそうで逮捕されないのは前澤社長くらいです 来週みんなの力を集結して革命は成功するでしょうそれをみんなで見届けましょうさて本日マルスと一緒にグレートギフトの考察動画もあげますあげる気なかったんですけど新空港選挙の生配信でグレートギフトをリクエストされたのであげざるを得ません再生回数2,000回くらいいくでしょうって書いてましたけどいや1,000行きますかねまあ言ってくれたらおんの字ですけどよければ皆さんそちらもご覧ください ということで、マルスゼロの革命最終回楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。来週は感想動画あげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。公式 LINE やってます。着替え LINE 送ってください。何百しましょう。LINEPay や PayPay、天城フで投げ銭もできますのでよろしくお願いします。100円でもバカみたいに喜びます。そしてメンバーシップ始めました。最安値の90円です。 メンバーシップ100人超えたら月1で限定動画を上げますのでよろしくお願いします。この動画はんおみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も1日お疲れ様でした。おやすみなさい。